はい、おいさあ、リアクション契約剤師 YouTuber のワイコクです。リアル契約剤師 YouTuber のハリピーです。はい、ということで今回ですね、皆さん冬の乾燥肌にすごくお悩みの方多いということで質問も来てました、はい、なので今回は冬の乾燥肌にどういったクリーム剤がいいのか、そしてこの成分がどういう風に効いてくれるのか、そして価格の比較なども含めてご紹介させていただきたいと思います。チャンネル登録するいいね。まず一つ目はこちら、ナメルコホンプさんのリンクルライトクリーム 50g です。なるほど。こちら価格が1100円と非常に安価となっております。いいですね。こちらは滋賀県産丸大豆玉誉れ使用の豆乳発酵液に加えピュアレチノールを配合しています。そして保湿成分のセラミドも配合されています。それぞれの成分としては低濃度ではありますが、表皮と真皮にアプローチしてエイジングケアもできる保湿クリームになっています。この濃厚クリームが一晩かけて肌に密着して保湿してくれることによって乾燥や小じわ目立たないようにしてくれる。お休みパック処方ということで、夜に使うと濃厚なクリームが一晩かけて密着し保湿してくれて乾燥による小じわを目立たなくしてくれるクリームです。コスパもいいのでまず低価格で試してみたいという方はとてもおすすめです。なんでまあ初心者の方とかにすごくおすすめなクリームですよね、はい、これで一回試してみてこれで効いて効果実感できればもう一番いいですよ ね、 そうですね。ぜひとも使ってみてください。今回よかチャンネル、登録いいねお願いします。2つ目はこちら、ミノンモイストチャージクリーム 40g です。価格は2530円。ちょっと上がりましたね。そうですね、ちょっと上がって 1.5 倍ぐらい、はい、こちらは外部刺激から肌を守るバリア機能をサポートする9種類の補充アミノ酸とキメ、ハリ、ツヤ感をサポートする2種の正統アミノ酸を配合しています、うんうん、製薬会社が皮膚科学に基づき考えているので、うん、とても安心ですよね、うん、で敏感肌で乾燥が気になる方、うん、しっとりしている使用感が好きな方はおすすめです。なんか小さいお子さんがいる方とか、まあ、あと本当に肌荒れが結構ひどい方とかミノン使ってる方多いかな。そうですね、結構なんか僕医療用みたいなイメージがあります。ああ、本当ですか。結構使いやすいし一時期僕も使ったのもあるんでかなりおすすめだなと思います。なんでチャンネル登録してくれないんですか。3つ目はカルテ HD モイスチュアクリーム、こちらが2530円と、うん、まあさっきと同じぐらい、うん、カルテ HD なんですけど、まあ医療用でヘルドイドってあると思うんですけど、そうですね、もうそれを作ってる会社の監修になるので、かなり保湿クリームとしてですね、やっぱりレジ物質とか使われてる方とかはこちらに移行するのがおすすめかなと思います、うん、はい、実際にですね、潤いに大切な角層ラメラにヘパリン類似物質が働きかける高保湿クリームになります。肌荒れ防止の有効成分になるグリチルリチン酸ジカリウムと潤いバリアの CPX を配合しています。さらにエモリエントオイルとワセリンの配合を絶妙なバランスにしたことでベタつかないのに長時間しっかりとした潤い効果を実感することができます。実際にですね、以前あの動画で出したことがあるんですけど、その時に何ヶ月か使ったんですが、かなり保湿度、僕も結構乾燥肌なんですけどしっかりとは保湿できてたので、かなりおすすめなクリームになります。さらにですね、長時間の潤いのキープもしてくれますし、肌荒れしやすい乾燥肌も使うたびにしっとりみずみずしく導いてくれます。今回ゆかっチャンネルのチャンネル登録お願いします。そして4つ目は D プログラムスキンリペアクリーム、こちらは価格がなんと3960円と一気に上がります。ケアのレベルがぐんと上がるのかな。理由があるってことですか。理由がありますね、うん、はい、こちらは敏感肌に向けた薬用の肌荒れケアクリームになります。少し他の商品と比べてお値段はしますが、しっかりと保湿してくれるのに加えて肌荒れの有効成分も含まれています。さらに潤いを与えて肌環境を整える酵母エキス、そして保湿のグリセリンを配合、そして抗肌荒れ有効成分としてトラネキサム酸とグリチルリチン酸ジカリウムを配合、そして角層の深部に潤いを閉じ込め、肌表面はベタつかず、まるで潤いの蓋をしたようなしっとり感が続きます。また乾燥による小じわも目立たなくします。ベタつきが苦手だけど潤いが欲しい方、乾燥もあり肌荒れを繰り返す方におすすめです。チャンネル登録するいいねということで、4つ紹介しましたけど、はい、最後のやつとかもやっぱ健康に値段はするんですけど、うん、やっぱ肌荒れをしている方にはすごく使っていただきたいというか、うん、本当にいろんな今紹介してきたものを使ってみてダメだった場合はその薬用のものとして、うん、はい、使っていただいたらいいのかな。段階踏んで自分に合うものを見つけていただきたいということで、今回4選ということでお話しさせていただきました。私たちのおすすめ、ハルキーさんは。僕はもう価格重視なので、うん、なめらか本舗さんのリンクルナイトクリームで、うんうん、しっかりとした成分も入りながらコスパもいい、うん、
で一回これを試して、まあ、若いうちはこちらとかで対応していただいて、そうですね、僕もちょっと年齢上がってきて、まあ、シミとかもできたりとか口側とかもあったりとかするんで、まあ、ディプログラムの方と思ったんですけど、やっぱり使いなんでカルテ HD を一番使ってますかね。ただアレルギーがある方とか、あの本当に敏感肌の方とかはミノン使っていただいた方がいいですし、どうしてもそういった肌荒れ改善しないとか小じわが気になるとかっていうケアをしたい方はですね、ディープログラムスキンリペアクリームの方を使っていただければいいのかなと思います。この動画が良かったらチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。あと私のですね、個人のワディポップのインスタ、TikTok、X でもですね情報発信をしておりますし、イベントの告知などをしてます。あと1万人まであと少しなんで、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。大谷かんチャンネル、ワディです。ハルギーです。私たちは登録販売者の勉強法、誰でも使える薬の知識、楽しめる動画を配信しています。応援してくださる方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。そして私個人のワディポップのインスタ、TikTok、X でもイベント告知を行っておりますので、ぜひともフォローお願いします。